畳の駅から平和通り、ね、名店街入り口の方へ行ってみたいと思います。はい、何があるんだろうね。ね、なんか面白い、うん、レトロと、うん、なんかやっぱ おじさん通るか平和の融合です。なんで？あ、ここあれじゃない？マルテンさんじゃない？うん、そうだね。ね、これで両かきだ。一個食べる。うん、美味しそう。一個食べたいね。一個食べたい。食べちゃおうか。一個食べちゃおうじゃん。ちょっと両かき食べちゃう。一個食べちゃおう。一個買っちゃおうか。昔作り手焼きせんべいテレコヤ本舗さんで。ぬれおかきをゲットしました。七味がいっぱい、うん、実は食べたかった知ってた？知らないよ。知らないよ。知らないよ。食べたかった。そうなの。いただきます。はい、どうぞ。おいしい。早いよ。おいしい。やっぱり音速な味覚の持ち主ですね。おいしい。おいしい。やっぱ辛い。うんうん、辛いけど、うん、水分が欲しい。水分はある。で、結構しっとり系なの、やっぱ濡れおかきだから。溶けちゃう感じ。溶けちゃう感じ、うん、それ美味しそうだね。すっごい美味しい、うん、200円だから安い。うんうん、3本ぐらい食べれそう。3本ぐらい食べれそう。えらい、ね、大きいね、なんか。見つけちゃった。ハート？ハート、これか。うん。キュッ。はい。オークスの木？うん。行きましょう。ここで、うん、パワースポットもらいましょう。京都っぽくていいです。うん、まずこっちの面がある。うん、ここは神様いると思う。うん、はい、熱海銀座の方にやってまいりました。書くんじゃない？こちらは熱海プリンカフェセカンドさんです。黒みたい、本当に。これは誰がお風呂に入ってんの？カバ。カバさんがお風呂入ってんの？これは。あ、カバさんだね。うまいの？牛乳プリンなんだ。牛乳プリンと何人とか混ぜてる。めちゃめちゃうまいじゃん。濃厚なソフトクリームを食べてるみたいな。元気が出る。うん、今この花が
見頃ですね。めっちゃいい。うん。お、海だね。日本の海の匂いがする。日本の海の匂いする。漁港の匂いするね。やらかい。本当だ、やらかいね。サマーズ的な、うん、7つの海のサマーリゾート的に、うん、サラサラサンドミムちゃん、アキちゃん、サラサラだよ。嘘でしょ。嘘でしょ。うん、透明度は、うん、まあまあだね。まあまあだね。温度はどうですか。温度いけないね。20度ぐらい。ちょっと冷たい。雨降ったからね。うん、入ってる人いる。いつぐらいしてる。うん。この匂い。お腹すいたね。お腹すいた。もう限界超えてる。最高点になりますので、こちらでメニュー決めてお持ちいただいております。はい、わかりました。で、お会計していただいてから席にご案内。はい、わかりました。メニュー決まる。すごい。これはエッタちゃんのお昼ご飯の煮魚の定食です。本日はメバルです。てっぺん丼です。方面だと思う。うんうん。けど、うん。メバルだね、多分。メバルだね。じゃあ、はい。いただきます。え、それでみんな食べるの？美味しい、美味しくて何がなんだかわからない。うん。ふらふらしてる。うん。意外といい値段になっちゃった。移動が。私の金目鯛だな。うん。明日金目食べようね。うん、でももういいかな。もういいか。味同じだから。確かに。なんか東京帰ってなんか美味しいもん食べに行こう。美味しいパンケーキでも。ヘタちゃんかわいそう、本当に。今日はさ、金目も食べれないし、ね、うん、バスも乗れないし、うん。ふんだり決済だよ。なんかさ、お魚食堂なんか整理券配ってたじゃない。うんうん。だから整理券を先にピックアップしてから行った方が本当によかったね。11時オープンだからさ。そしたらなんか全然時間が過ごすことが できたと思うので、僕たちの同じ二の足を踏まないように皆さん気をつけてください。美味しそう、それ。うん、めっちゃうまそう。少し気持ちいいね。気持ちいい。ちょっと熱くなってきたね。うん。それなんで熱くなったの？プランここに。美味しい、これ。のどかだね。うん。美味しい。美味しい。ここだな。
どうぞ。切れそうな感じだ。いいんじゃない？あ、はいはいはい、シックな感じだね。うんうん、はいはいはい、なんか過ごしやすい。うん、ゆでちゃん、海が見えます。海？海？うん、めっちゃ海じゃん、目の前。あ、本当だ。遠くですごい近くてた。うん、あれグランピングじゃない？グランピングだね。景色いいね。景色いい。あれが何島？初島ですね、これ初島、はいはい、これが初島です。いいです。うん、今からお風呂に行きます。はい、お風呂の方はいかがでしたか？よかった、ほぼ貸し切り状態だった、うん、そう？こっちも俺が入った時誰もいなかった。外風呂とジャグジーと、うんうん、サウナが、ね、使えなかったのがちょっと残念。そう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 、そう、ね、じゃあ後で、うん、ここはいい、これ行くの。いや、怖くはないと思う。痛い、痛いのかな。じゃあトライしてみましょう。なんかでもこれ弱いかな。うんうん、ここは多分痛くなくて、うん、痛い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 、ここ痛いね。その先に力を入れて持ってください。あ、ここ、あ、痛い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 、すごくね、そんないける。マジ？痛い。これ一番痛いと思うんだし。これ痛いな。でも全部痛い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 。すっごい痛い、これ。痛い。これは無理だね。なんか全部 A です。痛い痛い痛い。いやいや。これ何？足の付け根に当たるように言ってください。って、うん、こう、うん、あれが一番痛い。うん、だってもうやばいもん、見た目が。やりたくないです。これも気持ちいいし、すごい。リタイアしなかったね、うん、あれが痛い。やって、やる？いや大丈夫です。怖いっす。それでは今日の夕飯がこんな感じです。いい匂い、うん、いい匂いだね。これがお肉の蒸し焼きです。うん、豆板焼きです。はい、それでは食べましょう。いただきます。いただきます。貸し切りだ。うん、久しぶり、緊張の一瞬です。バレたけど入れちゃった、自分のボール。足湯カフェします。すごいね、こんな感じ。いい感じ。はい、というわけで熱海旅行1日目が終了しました。明日は1日雨なので、うん、雨でも楽しめる1日にしたいなというふうに思っておりますので、はい、次の動画もぜひお楽しみにしてください。それでは、この動画がちょっとでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。